マノル監督が久保建英に求めるものがこちら。スペインメディアエスタディオデポーティボア、ソシエダはここまでリーグ戦2勝だが、この2試合には共通点がある。いずれの試合でも久保がゴールを決めたことだ。だからこそ今マノル監督は日本人選手にかけている。久保建英はレアルソシエダの攻撃を引っ張る存在に選ばれた。オヤルサバルは負傷で悲惨なものとなり、ソシエダは久保に状況を変えることを期待している。今マノル監督のお守りになっている。データは嘘をつかないし、久保はチームにとって最も信頼できるオプションになっている。キャリアは始まったばかりだが、この数年間でスペインサッカー界を代表するビッグネームの一人になる見込みだ。今マノル監督はそれを知っているからこそもう一歩前進してほしいと要求している。この年で160試合以上リーガで出てるのやばいからな。この監督は開幕あまり久保を信頼していなかったような気がする。そんな監督が期待するとは久保に対する見方を変えたのか。監督が期待を抱いているからこそ、もう一歩を望んでいるということ。もっと信頼して戦術久保にしてくれたらソシエダももっと上に行けると思うけどね。高い要求は期待の裏返しってこと。久保はソシエダとの契約が2029年の5月まであるクラブは契約解除金90億円。リバポとかに移籍してほしいけどきついかな。スペイン国籍が一切ない選手で、最短100試合も達成してますからね。チーム状況考えたら難しいけど、遠慮せずエゴ出して10ゴールしてほしい。今ノルは信頼してるならまずベンチに置かず交代もせず使え。今季どんだけ数字残せるかな。